はいどうも、皆さんこんにちは、ムイケルです。今回ですね、ガチホコのホッケフト、それのね、割と早く倒した時のね動画を集めてみました。最初の5、6本は確かタッチダウンというかね、なんだっけ、ノックアウト、全部ね一応勝った動画をね、アップしたんですけど、その中でもねタッチダウンのやつの特集ということで、まあ、今後ねちょっとタッチダウンで倒す方がやっぱいいんでね、そのパターンというかね、その辺を見ていければなと思います。まあ最初はね、まあこんな感じでギリギリの攻め合いっていうかね、ここはね割となんか勢いでバーッとね、ほんとね数秒1分かからずにね終わっちゃったみたいなことも見たことありますからね。まあ、そんな、ちょっと突っ込みすぎだ。はい、じゃあ、このね、試合を、まあ、見ていきましょうかね。まあ、最初の5、6本はね、まあ、タッチダウンと。で、またね、後半始まるときね、また、声をちょっと入れて撮影します、ね。はい、じゃあ、ね、これでタッチダウンで決まりましたからね、早かったですね。ってことで、今回に関してはね、もう完全に僕死んで戻ってきて、もう終わってたっていう感じなんですけど、まあ、ルートね、あそこね、社長子、ガチョコ取った人がドワーッとね、竜巻を作って、それで一人二人倒したらね、結構持っていけるっていう感じのね、場所なんですよね。はい、というわけで、ランクがね、ちょっと A プラスから、A にね、ここのホット、ほんと勝てなくてね、下がっちゃったんですけど、まあ、それでね、まあ、最初の方もまずご覧ください。じゃあ、次の動画のね、まあ、タッチダウンっていうかね、うん、3、4個続くかな、もう5、6個続くかもしれないですけどね。はい、じゃあ、まあ、変わる節目の時ね、また、声入れます。はい。Let's go.
はい、ではね、この動画からは、まあ、普通の、ノックアウトじゃなくてね、普通の、まあ、勝った試合が、4試合ぐらい続くかな。っていう、あ、4試合もないか。何試合だろう ?1、2、3試合、4試合か。4、5、5試合。やっぱね、僕のキャラ的にっていうかね、なかなかね、タッチダウンにガンガンいけないっていうかね、いう感じなんですよね。ね、ガーンと勝つ方が楽しいんですけどね。というわけで、この試合からね、まあ、せめぎ合いというかね、ギリギリ、まあ、ちょっと時間かかっちゃったんですけど、一応全部ね、勝った試合であるんで、ローラーの方ね、もし参考になれば幸いです。ちなみに、何試合だったんだろう。1試合、2試合、3試合、4試合か。4試合ノックアウトで勝った試合ですね。ノックアウトっつっても、ほんとギリギリでノックアウトもあれば、速攻で終わったような試合もあるんで、というか割とね、不当に関してはモールね、これ同時にモールがあったんですけど、不当に関してはタッチダウンがね、割としやすいのかなっていう感じしますけどね。はい、じゃあ、またね、最後に一言挨拶入れたいと思います。はい、じゃあこれでこの勢いでね、勝ったと思うんですけど、タッチダウンっていうか、タッチダウンって言いがちだな。ノックアウトね、結構ね、楽しくね、いい感じですよね。ノックアウトするとやっぱね、ノリノリになっちゃうんで。はい、じゃあ、次っていうかね、最後ね、またね、声入れたいと思います。はい。
We'll be right back.
Yeah.
はい、最後までね、ご視聴ありがとうございました。今回の不当に関しては、ほんとね、勝率がね、多分4割ぐらいかな。その中の、ノックアウトだったんで、まぁ、ちょっとね、数は少なかったんですけど、まぁ、ちょっとね、なかなか不当が勝てなくなっちゃってね、なんか狭いとこなんでね、いけるかなと思ったんですけど、このガチオコに関しては、ブワンって竜巻あるじゃないですか。あそこで縦一列やられたり、あと他ね、スーパーショットとか、その辺でね、横の使い方っていうのは大事かなと思いましたね。ちょっと縦で死にまくりましたね。はい、というわけでまたね、反省して強くなって戻ります。はい、失礼します。